皆さんこんにちは、作曲家の柳沢です。早いもので今月も間もなく終わってしまいます。せっかくのゴールデンウィークで自粛というのは何とも言えない気持ちになりますね。本来ならば私は上海吹奏楽コンクールの課題曲の作曲者なので中国にゴールデンウィークは行く予定になっていたんですが、当然ながら中止になってしまいました。ですのでゴールデンウィークはおとなしく自宅にいることにします。ちなみに中国からは来年も新作の依頼を受けているんですが、今年の曲はどうなってしまうのかなと思いながら、そろそろ確認しなきゃいけないなと思っているところです。さて、私はデビューしてから今年の3月までは毎日のように行ったり来たりしていましたので、そういう意味では今は体をゆっくり休める、充電する期間と前向きに考えているところです。とはいえ自宅では休みつつもしっかり仕事はしています。昨日は朝5時から9時ぐらいまでずっと仕事をしていました。今は働いた後に妻の美味しい料理を食べながらワインを飲むのが一つの楽しみになっています。新型コロナウイルスに上手に向かい合っていくためにこれからいろいろ考えていかなければいけないと思っています。皆さん前向きに一緒に頑張っていきましょう。